はい、どうも、江藤です。ということで、本日はですね、先日 NPB から出されましたですね、お知らせということで、試合観戦契約約款の改定と、写真動画等の撮影及び配信送信規定の施行について、というですね、お知らせ。まあ、これによってですね、プロ野球関係のですね、YouTube をやってる方々は、まあ、完全に終了ということでですね、なっておりますので、まあ、その内容をですね、みんなと見ていければなというふうに思います。まあ、いろんなですね、情報が錯綜してて、まあ、皆さんどれが本物なのかっていうのがよくわかっていないと思うんですけれども、まあ、DD 佐藤くんがですね、さっき動画を出してたので見ましたけれども、まあ、多分、真面目に解釈すれば、僕のやってることは違反になると思うけど、まあ、ちょっと目的にね、照らすと、まあ、違反してるとは私は思えないので、ちょっと現場の指示に従いたい、みたいなことを言っていました。まあ、実際ね、どうなるかっていうのは、まあ、確かに解釈次第なところは、まあ、あると思うんですけれども、まあ、ちょっと実際にですね、この条文を読んでみたいと思います。で、今回出されたのがですね、まあ、この試合観戦契約約款っていうのがあるんですけれども、まあ、この約款に、まあ、付属してですね、できた規定、新しい規定っていうのが写真動画等の撮影及び配信送信規定というものになります。で、まあ、昨今ですね、まあ、いろんな人がカメラを持っているという状況の中で、まあ、ある程度ルールを決めてほしいという需要はあったと思います。で、まあ、巷で言われてますようにですね、ある YouTuber が、まあ、外野席でですね、まあ、迷惑行為をしたということで、まあ、話題になってましたけれども、まあ、そういうですね、動きも、まあ、多少関係あるのかなというふうに思います。やっぱあの時ですね、やっぱルールを厳格化してほしいっていうような、発言をしている人たちも皆さん いっぱいいらっしゃいましたし、まあ、そういう苦情もですね、多分に、あったんじゃないかなというところで、まあ、NPB 自体がですね、ルールを決めたということになります。で、今回ですね、この、まあ、ルールの中で、まあ、一番ですね、重要になってくるのが、まあ、この禁止行為というところになっています。この第3条禁止行為ですね。何が禁止されているのかっていうところですね。で、この中のですね、まあ、1、2、3とあるんですけれども、まあ、この3番のところですね、何人も以下の写真、動画等を配信、送信してはならないというところがあります。で、まあ、この、括弧1のところで、全日光で禁止する、行為によって取得された動画、音声、画像、試合データっていうのは、まあ、確かにですね、これはさすがに、まあ、この、全校の2校はですね、迷惑的なですね、動画の撮影はやめてほしいということですね。三脚とかですね、機材とかで撮ったりした写真を、まあ、配信、送信するな。まあ、この配信、送信っていうのはですね、前に定義がちゃんと載ってまして、まあ、ブログや SNS、動画投稿共有サービス、電子掲示板、ファンサイト等において、インターネット回線を通じて不特定多数に向けて、はい、掲載するということが想定されてますので、まあ、これは YouTube もですね、当然含むということになると思います。はい。で、まあ、こうやってでっかい三脚で撮った、写真とかですね、フラッシュを使って撮った写真とか、あとはですね、監督、まあ、コーチ、選手、並びに、他の観客に迷惑を及ぼすような、形でですね、撮られた、動画、音声、画像、試合データっていうのは送るなと。まあそういうことですね。はい。ということになります。はい。で、括弧2がですね、ボールインプレイ中のプレイヤーを撮影した写真動画ということなので、まあ基本的にですね、誰々選手のさよならホームランみたいな動画を、まあ、SNS にアップするというのも、まあ、基本的には禁止ということになります。はい。で、それからボールインプレイ中のプレイヤー以外の撮影した動画のうち140秒を超えるもの、これについても SNS にアップするのはですね、NG ということで、140秒以下に分割するか、まあ、いろいろ手段はあると思いますけれども、まあ、基本的には NG ということになります。それから括弧4ですね、試合中に配信送信するものということなので、まあ、この上のですね、条件を満たしていたとしても、試合中に配信送信するのは NG ということでございますね。ライブ動画、試合のライブ動画及びですね、ライブ音声、並びにリアルタイムでの試合データ配信送信を含む、わざわざですね、注釈もありますので、まあ、この、プロ野球界隈の中でですね、試合のですね、まあ、データを更新しながらですね、まあ、実況みたいな形でやってる方、いっぱいいらっしゃいますね、はい。もういっぱいいます。まあ、B モレルもやってるし、まあ、阪神ファンで言うとチロールとかですね、なんでやねん佐々木さんとかいっぱいいますけど、まあ、これもですね、わざわざ書いてありますので、こっから解釈で、いや、あなたたちは OK ですとはならないと思うので、まあ、これはアウトということですね、はい。なので、まず、この配信、なんだろうな、同時中継的にですね、リアルタイムで動画を更新する系の、YouTuber も終わり、終わりというかですね、まあ、これ以降はもう活動できないということになります。別の携帯でやればいいんですけど、まあ、今までやってたスタイルではもう、来年の2月以降はできませんよ、
ということになります。それからですね、括弧5、明らかに営利を目的とするもの。ここが一番大事なんですよね。結局、YouTube やってる人ってボランティアでやってる人もまあいるかもしれないですけど、基本的にはですね、その、収益を元にまあ生活してる人、もしくは収益を元にそのチケット代とかを買ってる人っていうのがいると思うので、まあ何かしらですね、収益っていうのが発生してるわけなんですよ。で、この営利を目的としている、という、この括弧5がある時点でですね、もう YouTuber 全員終了です。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。ということでですね、解釈次第でどうにかなるとはね、ちょっと思えないですね。これをですね、無理やり解釈して、OK っていう風にするのは、もうなんかなんだろうな。その憲法9条ぐらいわけわかんない解釈だと思うので、なんかこれは営利を目的とはしていないので、営利が目的ではなくて、なんだろうな。なんだ、収益が目的ですみたいな。なんか、同じ意味ですよねみたいな。戦力となんか、実力みたいな、謎の言葉の使い分けみたいな感じになると思うので、まあそれはね、多分ね、ないと思います。これはもう明らかに、野球、そのプロ野球というコンテンツを利用して収益を稼いでる人間を、まあ明らかに追放するためのルールだと思いますので、まあこれはもう完全にアウトだと思いますね。はい。まあこれからですね、まあもちろんこの憲法9条みたいなわけわからない解釈が当然発生する可能性はありますので、まあ非常に注視していきたいなというところでございますけれども、まあ私としてはですね、まあ、もう従っていくしかない。まあまあ現地には当然行きますけれども、はい。動画というのはですね、アップロードしないような形になるのかなというふうに思います。まあ未来のことはわかりませんのでね、また上げる可能性はありますけれども、まあ少なくともですね、いろんなね、プロ野球系の YouTuber はですね、完全終了ということでお疲れ様でした、皆さん。結局ですね、まあこう言って、ルールがですね、定まるまでの狭間の期間でですね、設けていただけの、人間たちでございますので、はい。もう、どんまいですということでございます。はい。で、ちなみにですね、これね、主催者が承認した場合のみですね、この限りではないということなので、皆さんですね、主催者からの承認がもらえるように、頑張っていきましょう。まあ、これね、どうなんだろうな。で、結局、主催者から一人でも承認があった場合は、多分それ、なんでその人だけっていう形になって、まあ、不公平感がすごい出ると思うんですね。まあ、なので、なかなかですね、承認されるのは厳しいのかな、というふうには思いますけれども、まあ、これからですね、まあ、動き注視していきたい。が、まあ、基本的にはこの、禁止行為の第3項、まあ、第3条のですね、禁止行為の、まあ、3項の括弧5、まあ、ここが多分肝になると思いますので、はい、皆さん。営利を目的としない動画撮影、とかですね。ならば、まあって感じですけれども、はい。もうお疲れ様でしたということでございます。はい。まあね、皆さんね、まあこういうルールが出るのもね、まあ致し方ない部分もあるかなというふうに思いますけれども、まあこれからですね、まあ、これが適用されるのは2月ということなので、まあ今シーズンですね、この動画のスタイルで、やっていこうかなというふうに思います。引き続きよろしくお願いします。